紀元前540年から紀元前530年頃。大英博物館エクセキアスは古代ギリシアの陶芸家及び陶器の絵付け師で、おおよそ紀元前550年から紀元前525年のアテナイで活動した。彼の作品の多くはエトルリアなど地中海各地に輸出され、アテネに残っている作品は一部である。エクセキアスは、 主に黒絵式陶器を作った。これは黒色で像のシルエットを描き、乾いたところに黒線で細かい描写をし、時には赤や白の彩色を施してから焼く方式である。エクセキアスは黒絵式陶器の独自の極めて精緻な作品を残した陶芸家及び絵付け師として知られている。陶器絵付け師アンドキデスは、エクセキアスの弟子の一人とされている。 エクセキアスの署名、シグマ・シグマ・パイオミクロン・シグマ。紀元前550年から、紀元前540年頃。ルーブル美術館エクセキアスの作品は、その雄大な構図、精緻なデッサン、微妙な描法を特徴とし、黒絵式の限界を超越している。ギリシア美術史や、ジョン・ボードマンは、エクセキアスの作品は、その堂々とした威厳により、陶器の絵を始めて、 芸術品として美術館に収めてもおかしくないものに高めたとしている。革新的な陶芸家で絵付け師であり、新たな形状を模索したり絵付けの新たな色を研究したりしていた。エクセキアスの作品と確定している現存する陶器は16点だが、様式の比較からもっと多くの陶器が彼の作品と言われている。彼の署名のある作品は、 エクセキアス自身の業績についてだけでなく、当時の工房の運営方法についても洞察を与えてくれる。彼の署名のある14点のうち12点で、彼の名前にエポイエセンという語が付けてあり、エクセキアスは絵付け師としてではなく、投稿として制作に関わったことを示している。これは直訳すれば、 エクセキアスが私を作ったとなり、絵付け師として関わった場合は、イーグラップソンという語をつけて、エクセキアスが私を飾ったとしていた。2点には、弱狂角の散歩角で、エグゼキアスイーグラップスカピエセミーとあり、この2点に関しては、エクセキアスは、作刀にも絵付けにも、責任を負っていることを示している。このことから、投稿としてのみエクセキアスが署名した作品は、 他人が絵付けをしたのか、それとも特に気に入った出来の絵にのみ絵付け師としても、署名したのかという問題が生じる。エグゼキアスエポイエセンという署名のある陶器のうち7点には、ほとんど装飾がなく、比較不能である。E グラップスカピエセミーとある陶器2点と同じ、様式の装飾があるものは2点で、残りのエクゼキアスと密接に関連する陶器を、グループ E と呼ぶ。 エクセキアスの作品自体が古代陶芸文化を体現しているが、同時に、その出土場所からエクセキアスの陶器がどんな市場で流通したかという情報も得られる。例えば、エクセキアスの作品は、当時のヘレニズム世界の中心地だった、アテナイのアゴラだった場所でも多く見つかっている。つまり、エクセキアスは、工房を構えた場所にも、顧客を多数抱えていたことを示唆する。 エクセキアスのものとされる作品は、アテナイのアクロポリスでも出土しており、陶芸家としての名声が高かったことを示している。アクロポリスが宗教儀式の場だったことから、彼の作品がそこに展示されていたという事実は、エクセキアスが絵付け師として尊敬されていたことを示している。エクセキアスはエトルリア、すなわち現在のイタリアからの注文にも応じた。 アテネ以外ではエクセキアスの作品がエトルリアのバルシーやオルビエートでも多く出土している。ギリシアに憧れたエトルリア人がギリシアの陶器を輸入したとみられている。エトルリアでエクセキアスの作品が多く出土したことから、その評判が海外にまで届いていたことが示唆され、海外にも作品を売ることができたとみられる。 グループ E の作品は、エクセキアスの仕事と密接に関連していると考えられるだけでなく、紀元前6世紀前半の陶芸の意識的な伝統からの脱皮を表している。A 型のアンフォラなどの新たな優美な形状の陶器の考案はこのグループに帰属するとされている。エクセキアスはグループ E の工房で陶工として働き、グループの中で彼だけが製品に署名した。 投稿として、エクセキアスが署名していたことは、A 型ハヤ、A 型アンフォラや額型クラテールといった形状の、考案、開発の責任者だったことを示唆している。容器形状以外にも、グループ E は、絵付けの主題にも、共通点が多い。アテーナーの誕生、ミーノオタウロスと戦うテイセウス、ヌメアーの獅子と戦うヘイラクレース。 三頭三体のゲリオーンと戦うヘイラクレースといった主題がグループ E の陶器に多い。エクセキアスは特定の容器形状のものだけを作ったわけではない。彼が作陶または絵付けした陶器はワンピース型アンフォラ、A 型バイ、ガク型クラテール、リトルマスター型、バイ、シアナ型、バイ、ディノス、ピュークシス、パンアテナヤ型アンフォラなど様々である。 最も特殊な作品群としては、アテネで見つかった二つの一連の葬儀用銘板がある。この銘板は亡くなった男のための葬儀を描いたもので、おそらく葬儀用記念碑の壁に設置されていた。ディオニューソスの杯き。ミュンヘン古代美術博物館エクセキアスの描く絵は、当時の伝統的な神話解釈を再解釈するだけで、なく、時には新たな流行を生み出した。 彼の有名な作品の一つとして、ディオニューソスの逆きと呼ばれるものがある。いわゆるアイカップの一種であり、外側には二体の目が描かれている。取っ手部分のスペースにアイカップには、珍しい比喩的場面が描かれており、これもエクセキアスの考案と思われる。内側には、赤い背景の中に、ディオニューソス人が描かれている。ディオニューソスは、霊感の神でもあった。 描かれているのはディオニューソスが船で初めて、アテナイまで行った旅である。ディオニューソスは海賊に捕らわれ、奴隷として売られそうになった。そこでブドウの木を、マストから生やさせて、海賊を怯えさせ、彼らが海に飛び込むとその姿をイルカに変身させたという。もう一つの神話の再解釈の例として、バチカンにあるアンフォラの絵がある。アキレウスとアイアースが描かれたもので、 俗格で彼らの名前が書かれていることから誰を描いているかが分かっている。二人は相対して座り、間に置かれたブロック状のものを見ている。これはバックギャモンのようなサイコロを使った古代のゲームをしているところを描いたものである。隣に書かれた文字によると、アキレウスは4の目を出し、アイアースは3の目を出した。ゲームを楽しんでいる様子が描かれているが、 二人とも、防具を付けやりを持っていることから軍務中と見られる。兜や盾が二人の背後にあり、いつでも戦いに戻る用意ができていることを示唆している。トロヤ戦争の場面として、このような、くつろいだ様子を描いたのは珍しいが、この絵もエクセキアスの才能を示している。エクセキアスの投稿としての署名があるカロス名の、入った陶器は、ステシアズコロスと 名があるアンフォラが2点あるが、絵付けはグループ E の絵付け師が行ったものである。主要な絵に加えて、従属的な絵も加えている。絵がない場合は、ロゼット模様、スパイク模様、渦巻き模様、帯状模様などを描いた。時には単純な黒で主要な絵を囲む、構成のものもある。エクセキアスの構図の特徴として、絵を正面にした時の陶器の形状の線を、 意識している点が挙げられる。絵を中央にしてみると、ゲーム版、ペンテシレイアンの顔、ディオニューソスの星を散りばめた、ローブ、大地に突き刺さった剣など、注目の的となる部分がわかる。陶器の丸い表面の中でその部分が、最も干渉者の目に近いところに来る。その中心部分の周囲の線は、同心炎上か放射状に広がっている。 戦士たちの槍や彼らの丸めた背中の線、船の穂と船底の丸い形状やイルカも同心円を形成している。エクセキアスの絵の第二の特徴は人物像の衣服や鎧を詳細に描いている点である。上にあるディオニューソスを描いたアンフォラもその一例である。アキレウスとアイアースのアンフォラの場合、二人とも豪華に装飾された街灯をまとい、 非常に細かく聖地に装飾が描かれている。ありがとうございます。